九月四日は、グレゴリオ歴で年始から二百四十七日目にあたり、年末まで、あと百十八日ある。ロムルス・アウグストルスの第七十六年の、東西ローマ帝国に西ローマ、帝国滅亡夫婦戦争で捕虜となった、ナポレオン三世共和制を宣言する、レオンガンベタフランスの第二帝政終焉、第三共和制に、移行降九百十四年頃のウィルヘルミナと、娘、 ユリアナ即位二日後のユリアナオランダ女王ウィルヘルミナが、対石ユリアナが即位関西国際空港開港。画像は2007年のもので滑走路が2本だが、開港当時は1本であったスコットランド王、アレグザンダー三世誕生名の、第14代皇帝、万歴帝誕生農政家、二宮尊徳作曲家、アントン・ブルックナー。児童文学作家、 ジョン・ウェイ・ケン作曲会ドバルド・クリーク・ボツ。ノクターン作品54から4を聞く、政治家、田中正造ボツ。足尾道山公読事件を告発した、北白川の宮永久を、演習中に、自己史南極探検家、白瀬信。ぶ、緊急のうちに没欧州連合創立者の一人、政治家、ロベール・シューマンボツ。シューマン宣言を発した医学者、進学者、人道主義者。 アルベルト・シュバイツ・アー・ボツ。移民祭、ウクライナ移民のダンス移民祭、アラブ系の女王アルゼンチンの移民の日。ありがとうございます。